残り40ラップ走るってのは辛いと思うな。早めの服部のタイヤ交換という情報が入ってきました。さあ11ラップを消化しようというところ、松田が迫ってくる、松田が迫ってくる、松田が11が前、あーとゴールでクラッシュ、大クラッシュ、ほら金石勝友か、マシンが真っ二つ、金石勝友大破。何があったのこれ今、ご覧の状況です。赤旗中断、金石大クラッシュ。何があったの今、どうやら金石動いていますから大丈夫そうですが、大丈夫ですね。ご覧の通り真っ二つ、よかった金石、なんともないよ。11ラップを消化して金石勝友大クラッシュ、赤旗中断になっています。結婚しよう。あの人に託しろ。連れ犬なんだよ、見覚えがないんだ。きっちり解決してみせましょう。文句があるなら裁判しましょう。裁判？それはまずい。いろんな女と浮気しまくりじゃん。彼の自業自得なんですから。小倉さんだけの問題じゃないのよ。何をするんだよ。裁判は終わりました。花村、花村大輔、せっかく会えたのに、でも戸次郎が死ななきゃならないの。愛をください。あとどのくらい。わからず函館行くって言ってましたけど、なんで函館なんかに行っちゃうの。あの女と旅行ですか。私あなたを失いたくない。父さんに許してやってほしい。主家の保育園時代の情報はどうも君が漏らしていたようだね。私の兄だったの。幸福とは身近なところにあるものなんだよ。水曜夜9時。いやどうしたんでしょうね。いやどうしたんだろうこれ、こんなところでちょっとでも足打ってますね。あ、ふらついて今倒れました。ご覧の通りコース、今の大破したパーツで道を塞いでいる状況になっています。どうなったんでしょうかね今ね。あ、やはり足にダメージを負いましたかね。足ですね。まああれだけの衝撃ですから今のシーンです。最終コーナーを立ち上がってきます、あ、避けたんだ。あ、その前のマシンがスピン、それを避けて金石。これは道上ですか。いや、脇坂重和。脇坂ですね。脇坂重和、はい、避けたんだ。アウトでスピンして、それを見て避けてインで大破、はい、あー、そうですか。うーわ、これは金石くんつらいな。脇坂重和がアウトでスピン、それをとっさに判断してキュッとステアリングを変えた瞬間、マシンの制御効かず、タイヤバリアに大破ということになりますね。そうですね。うわ、金石君大丈夫かな。足は当然ながらちょっとこう、それ以外のところに何か衝撃でなければいいんですかね。いや多分ね、気力だけで降りてきたと思いますよ。気力だけで本当に体もふらついてましたからね、そういえばこの金石は富士で2勝している文字通り富士男と言われていました。今回はスターティンググリッドも下位からのスタートでしたが、やはり富士に対しては異常なやる気を見せる金石勝友。しかし今回は他のマシンの影響で自らが大破してしまうという不運に見舞われてしまいました。最終コーナー立ち上がってのこの大破でした。いや、あれはもう避けようがないですね。金石君の判断は間違ってないですよ、もうあそこでスピンしてタイヤスモーク上がったら前何も見えないですから、イン側に逃げるしかないですね。はい、今ヘルメットを脱いで救急隊が近づいています。どうやら、なんとか自ら起き上がったようですが、現在このクラッシュによって赤旗中断になっています。脇坂重和君の方が前の車のスリップに完全に入ってましたから、最終コーナー、そうなってくるともう脇坂君の方のマシンにはダウンホースがないんですね。だからもう前上がってもおかしくないような状態で彼スピンし始めましたよね、だからもうリアのダウンホースが全くなくなって脇坂君がスピンした、アウト側に飛んでってタイヤスモークが出た、間違いなく戻ってくると思ったから金石君はイン側に切り込んでるんですね。本山聡、そして高木虎之助も今マシンを降りまして、同僚の仲のいい金石勝友の状態を非常に心配すると、まあ、レース、云々というよりもその同じライバル金石を気遣う様子が今2人に見られましたね。そうですね、やっぱ仲間ですからね、はい、もうコース上で戦っているのはライバルですけれども、もうヘルメット脱いだら本当の友達ですからね。
その金石を気遣いながら現在レースの方は赤旗中断が続いています。あんた誰んちだと思ってんの？分かった。